はい。では、ちょっと、ボス部屋を覗いてみようかと思います。一応ね、ここまで来てるんでね。なんですが、まあ、正直、なんか、今の段階で倒せるようなやつではないとは思う。で、入ったが最後、まあ、ルーン回収とかも、正直なんか、ほんと心、もうそもそもね、今いろんなところで心折れてるから、特にここね、3人倒さなきゃいけないところ、アレクサンダーさんの前で。はい。なんで、まあそういうのも踏まえて、もうちょっとなんか、もう無理、さすがにレベル時にも。だけど、まあちょっと覗くだけでも、まあ赤字市場せっかく来てるし、覗くだけでも覗いた方がいいのは思うので、はい。じゃあ、まあ、とりあえず行ってみようと思います。で、何回かやってみて、ダメだった、もうこれはもう絶対無理だってなったら、ルーンを、まあ、この犠牲の細枝を使って回収して帰りましょう。はい。正直、9万2000とか持ってるんで、ちょっと、さすがにこれは多すぎるなと思うんですよね、今この段階だと。はい。なんかもう銀行みたいなところに届けときたい。預けておきたい。はい。じゃあまあそんな感じで、とりあえずまあシンプルに行こうかなと。はい。状態としては。けどなんか壺とかは一回使えるような状況にしておきたい、おこうかな。まあね、睡蓮か、効くかどうか知りたいんだよね、やっぱり結局のところ。飲料壺とかも気になるけどね。トリーナの睡蓮もったいないんだよな。けどまあ、効くかどうか気になるから投げたいね。2個ぐらい作っとく？まあちょっともったいない気もするけど。まあ作っとこう。はい。で、ちょっと装備して。まあ何回か様子見た上でやりましょうかね。はい。ちょっと、まあとりあえずは一旦シンプルに行きます。シンプルな状況。この状況でね。はい。で、炎術のショートスピアプラス3になりましたからね。はい。この超かっこいいモーションね。これはちょっと駆使していきたいですね。はい。という感じで、ちょっと、まあ、ブリーフィングということでね、ボス前の。はい。では、行きたいと思いまーす。赤字市場、初見ポ。では、入りましょう。さて、どういう系の戦闘になるか、全然想像がつきませんが。けど、まあ、なんか噂のラダン祭りは、ここで行われるのかな？ね、だってさ、まあ、脈絡としたらアレキサンダーさんはここに向かってたわけじゃないですか。で、ここで祭りがあるよ、みたいな感じで来てたんですけど、ここでもラダーンだったらもう絶対無理な気がしますからね。まあまあまあ、とりあえずちょっと、けどなんか入り口の感じを見ると、なんか祭りって感じではないですよ、別にね。よし、とりあえず行きましょう。はい。じゃあ、ステータスはこんな感じで。レベル15というところでね。さて、倒せるのか。ね、あと、ルーンを回収しやすいところで死ぬっていうのも大事。もう、そもそももうなんかね、このモチベーションダメだよ。まあ、けど、しっかり、モーション見て、てか、敵のビジュアルを見て、音楽を楽しみ、モーションを楽しみ、ね。はい。ボスと、ね、会話していきましょう。お邪魔します。どういう感じ？今週の戦士。今週の戦士はあなた戦ったでしょ？はい。これは大丈夫。あ、これは、ここで出てくんだ。なるほど。オッケー。はい。これは大丈夫。はい。はい、よと。お、火が効く。いて。あっと、やば。オッケー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 。これはけど見てるから大丈夫。あ、待って、死んだ。死んだ。なんかちょっと早くなった？え、ちょっと待って。るつぼの騎士、やば。
いや、無理だ、無理無理無理。今、最後、るつぼの騎士出たかった、今。後ろに。ああ、無理だな。二人。いや、今週のるつぼは、無理だろう。普通に考えて。ダメージは意外と入ってたけど。るつぼさん寝てくれたりすんのかな？もうちょい行ってみる？何回か。とりあえず、まあ、けど今週もちょっと動き早くなってましたよね。絶対に。前戦ってたより絶対早くなってた。やーべえ。やーべえな、これ。るつぼのモーションも思い出さなきゃいけない。こういうパターンか。なるほどね。なんか今週2体とかは、るつぼとかまたなんかの形で出てくるのかなと思ったんですけど。そうか。こういうセットで出てくるパターンもあるのね。まあ、これは祭りだな、確かに。もうちょいやって、で、安定したら、どうする？てか結構これ事故で死ぬな、これ。これ、ちょっと今週もダメージでかいから、ちょいミスで、逃げ木とかで死ぬ。なんか入り口のところから離れられないね、そうなるとね。いやー、ちょっと戦いづらいな、基本的には。もうルーン全部ロストした上で戦いたい、これ、本当は。はい。じゃあ、とりあえず、初見はこんな感じというかなんか。まあ、そうだね。もうさ、予言通りちょっと絶望的な状況ですね。はい。で、まあ、もう究極、もうこれ完全に無理ってなったら、犠牲の枝を使って、死んで戻ってこようと思います。はい。では、とりあえず、行こう。2回目。はい。じゃあ、2回目行きましょう。あれは、結構早かったな、来るのが。なんか、るつぼが来るタイミングがいつなのかっていうのはちょっと把握した方がいいよ、これ。両手換気じゃないよ、これ。いいや。よし、じゃあ入りましょう。で、まあ、とりあえずルーン。とりあえずルーン。とりあえずのルーン。うわー、怖い。いてて。はい。これは大丈夫なんだよ。うわ、待って待って。はい。あー、待った。うおー、なんで。ズボは来ない。いやー、まあ、まだ今週だけどね、今週。はい、じゃあちょっと3回目、バンバン行きましょう。まあ、ルーン回収できてたからね。やっぱこっちで戦わないともう怖すぎる、これ。マジで。本当に。あそこまで取りに行くって時点でもきついから、ちょっと、こっち側に行きます。はい。じゃあ3回目行きましょう。はい。お邪魔しまーす。よろしくお願いしまーす。はい。よいと、はい。これは大丈夫。これも大丈夫。バン、ビャン。ぴゃん。よし、オッケー。はい。えい。はい。これもオッケーで、バン。はい。やばい、死んじゃう。はい。あれ？こんな動きだった？あなた。入ってきた。いや、無理だろう、これは。もう本当に速攻で今週を倒さないと、無理だ、これ。ちょっとこれもう、これ、あれだ。わかった。ちょっと待ってください。せめてものね、せめてものとして、まあ、もうなんか瓶が足りないとかそういうこともなくなる気がする。ちょっと。
今どういう状態だっけ。レイアックの配合を変えます。これ HP 半分回復を変えてどうしようかな。あ、これもいいんじゃない。炎攻撃力を強くするのはいいかもしれない。それかダメージの大半をカットするは結構いいかも。どっちかだな。戦技なかなかこれ有能ですね。で、結構気に入ってます、この戦技は。はい。結構、ちゃんとひるんでくれたから、これをしっかりと使っていけばいける気がする。うん。で、炎ダメージ高めて、もう速攻でやるようにして、礼拝、この霊薬はもう先にここで飲むっていうことにした上でやっていった方がいい。よし、反省。はい。行きましょう。はい、こんな感じですかね。はい。霊薬は、炎まといと、火湧き。少しずつ回復するのは結構ありがたいんでね、やっぱり。はい。では行きましょう。で、入る前に飲んで入ります。よっしゃ。行きましょう。で、ルーンね、ルーン。一気に倒さないと無理だ。けど、あれだ。いや、位牌は呼べるは呼べる。よし、さあ来い。はい。はい。はい。これはいける。オッケー。はい。はい。よいしょ。これもいける。よっしゃ。はい。これもいける。あー、そうか。あー、まずい。待って待って。よしよし、落ち着こう。あー、来ちゃった。来ちゃった。来ちゃった。いや、これはあれだ。いつものあれだった。いつものスキック。めちゃくちゃディレイ。うわぁ、もう無理だよ、あんなん。あいつも大変なんだからさ、ちょっと待って、これだけしか削れて、せめて半分、半分、半分、半分削ったとてさ、逃げる方向あっちだとさ、いざって時にもう無理なんだけど、ルーンロストを考えたムーブって絶対良くないと思うけど。はい、じゃあ行きましょう。うん。これか。変えるか。ちょっと待った。いや、ちょっと待った。ここは、ロストは確かにする可能性がある。これ、ちょっと気になってる霊薬があるんですよ。これの実験もしてみたい。この、岩木じゃなくて、炎攻撃力はいいや。ちょっと一旦。このダメージの大半をカットするっていう、この、この霊薬これが、どういう効果なのかって知らないんで、これをちょっと使っていきましょうかね。これで一撃耐えられるんだったら、いざって時は結構有用かもしれない。この、泡。泡しずく。ダメージの大半をカットするって、確か一回大半カットできるっていう感じだったんで、まあそれちょっと試してみようかな。うん。まあとりあえずルーン回収して、今までのムーブでとりあえずやってって、みたいな感じで。はい、やりましょう。あ、泡がある。これは結構有用だな。うん。これは有用かもしんない。ルーンを回収する。あーっと行って。あ、食らってない。よいしょ。あーなんかもう、そうだな。いや、けど有用有用。めっちゃ有用。めっちゃ有用。これだったら、ちょっと奥行っても多分、最悪ルーン回収時にめっちゃ役に立つ。これは勉強になった。とてもいい勉強。はい。こんな感じでいきます、と。はい。で、聖杯瓶に関しては、泡、というところで。で、ちょっとこれは、もうこっち側で戦うっていうのを意識しないムーブにしてみます。泡があるおかげで、多分ちょっとルーンを回収するのも、比較的、しやすい気がするんで、ちょっと行きましょう。
もう先行で行っていいよ。行って。はい、よいと。で、2回、はい。2回、ない。OK。はい。はい、はい。いいよ。スタミナ。あー、スタミナ。あ、やばい。あ、俺もやる。はい。はい。はい、の、はい。いいよ。はい、2回、2回。OK。こっちもやる。あー、外した。もったいな。はい。はい。はい。いいよ。あー、来てる！ルスバさんがのぞのぞ来ている。ちょっと待って。ルスバさん、ルスバさん、ちょっと待ってね。いいよ、いいよ。あ、けどなんか、ルスバさんちょっと優しい。オッケー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 。ルスバさんちょっと優しい。オッケー。あ、なんか、いいね。いいよ。さすがにだもんね。さすがにちょっと、あれやってんな、みたいな感じ。ちょっとずるいよな、みたいな感じはあるわね。自分でも自負があるんだろうね。はい。はい。で、ルツボさんから離れる。はい。逃げる。一旦逃げる。一旦逃げる。一旦当たった。当たった。2回も当たった。はい、オッケー。走行の順馬だから、お世話になった。その連絡。あ、そうっすね。これだいぶいい。これだいぶちょっと心が安心する。うん、今もう、俺もう神投稿だから。はい、必死さを大事にやりましょう。あっちも必死なんだから、こっちも必死で迎えないと失礼に値する。いけ。行こう。で、やりましょうよ、今週の選手さん。違う、今週の戦士じゃないじゃん、そもそも名前が。獅子の今週とかじゃなかったっけ、もともとのやつ。あっと、あー、いや、まずい、それは。オッケー、ちょっと待って、スタミナが足りない、全然。はい、オッケー、これはいける。これもこれで行って、あ、やば。オッケーオッケーオッケー。これ一旦逃げよう。一旦逃げる。ルツボさん。あ、ちょっと待って、引っかかっております。引っかかっております。ここら辺、うわーっと。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あー、お揃いになってるし、ちょっとなんかどっちかというと、どっちかというと、あー、なんか引っかかっております。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あなたー、ちょっと待って。あなたね、結構離れてる時のね、あっと、なんかしゃがんでおります。今だ。今がチャンス。はい。これ後いける。はい。はい。で、これもう逃げよう。あー、行って、逃げれない。あっと、行って、これまずい。これはまずいし、これまずいし、これまずいし。ちょっと回復させて。あ、回復させてくれたら、優しくない。全然優しくない。あ、それもやばい。あー、怖い。ちょっと待ち。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いいよいいよ。いいよいいよ。リズムは来てる。はい。これ、頼む、ちょっかい出さないで、ルツボさん。今は、オッケーオッケー、ありがとう。あーっと、待って、お願い、よしちょ、どっち回復、とりあえず体力。あ、なんか意外にみんな引っかかる。俺も引っかかるけど、お互い様って感じで、ね、やってこうね。ちょっと待って、あーっと、はい、あー、今のディレイ腹立つ。あーっと、無理か。いや、今のは、いいのか、よくはない。ちょっとだけ生き延びた。ちょっと生き延びたし、これちょっと泡かな。さすがに泡の位置だな、あれは。だな。可能性がめちゃめちゃあるから。本当に9万ロストは本当辛い。それだけは絶対避けたい。よし。これ外して。あ、全然近かった。こんなだったんだ。まあいいや。じゃあそしたらそれはそれでね。
この泡を駆使して、はいよと、はいよと、はい2回ない OK、 はい、これはこの距離大事、今の距離大事、はい、えい、これは大、これいい、これいい、これスタブ入るんじゃないか、そろそろで、あと1回やったら、はい、これ、これスタブ入ったんじゃないか、あー入んないか、もう回復しちゃってる、おっと来た、これこれ来た、いやーやっぱ炎のエン、あれつけた方が、ああそれはずるいって、一旦逃げさせてください、一旦逃げさせてください、2個だけか、2個も回復したい、ええもう尻尾使えんの、いやそれはずるいよ、えもう尻尾使えんの、それはさ2段変化じゃなかったっけ、ルツボスさん、あー近い、ルツボスさんが近い、見てて見ててください、ゆっくり見ててください、あっと、あージャンプしたのは見えてた、あーっと待って、お願いお願いお願い、よし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 、走れ走れ走れ、とりあえず走れ、障害物を利用して走るんだ、わーあっちもガンガン来ている、あっちもアクティブな感じになってる、はい、こんな、いやー今のチャンスなんだけどね、一旦まあ新しい発見はあったよね、もうなんかあのるつぼさん尻尾使え、全体尻尾使えるようになってる、マジけー、これは追い詰められるパターンか、うわー待って待って、オッケー、ナイス弾き、さっきの弾きのおかげで、あっとあっぶな、あっぶない、オッケーオッケーオッケー、逃げさせて、お願いお願い、逃げさせて、あ痛い、先回りしている、オッケー、この野郎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 、あー待って待って、足踏み、もう瓶ラスト瓶、攻めて攻めて攻めて、おらおらおら、よし倒した、逃げろ逃げろ、オッケー、あった、初めて倒したけど、これ、もうピンながない。もうノーダメでクリアしなきゃいけない、これ。はい、ルツボさん。ルツボさん、どういうモーションでしたっけ、あなた。もう、ちょっと、すいません。ルツボさんになればどうこうって言ってたけど、正直もう覚えてないです。あ、なんか、右回りに回ってた。俺の記憶的に。おっと、危ない。いいよっと。いっと。やば、一撃だからさ。いや、ちょっと無理かも、やっぱり。今の攻撃はなんかね、オッケーな感じだった気がする。あ、これで、バンの一発撃てる。尻尾ってどうしてるっけ？はい。なんか、あー、ダメだ！あ、いや、ちょっと待って。いや、無理かもしれない。ちょっとなんか、ルツボさんがまず、忘れた。いや、なんだったっけ？なんだったっけなぁ。ルツボさん忘れた。ちょっとルツボ動画を見返したい。ルツボ動画を。見返した、あわ、あーって言ってる。いや、もう泡使わなくて大丈夫。自分のるつぼ動画を見返し、はい、では行きましょう。この討論になってる時に、ルーンの消失が行われて、目覚めるわけですよ。それの繰り返し。なんで、三連撃が避けれなくなってきた。あー、結構ちゃんと避けてたよな。あー。OK。いい距離感。はい。あー、これ、この状態は OK。はい。これも OK。ダブ取る。
頼む。るつぼさん、ゆっくり来てくれ。ゆっくり来てくれ。ゆっくり来てくれ。よしよしよし。回復。あと一回使える。はい。これで、どうだ？よし来た。これよし来た。よし来た。とりあえず回復。結構残ってる。これは大事にした。いい。結構追うからね。追うからね。よしよし。この月は、前ロリ、これ。あと、前ロリで月で大丈夫だった気がする。オッケーオッケー。基本前、右斜め前ロリで、オッケー。はい。これは知らない。なんかあれはスカートしてた気がする。これもいける。こうでこれでね。いいよ。これをもうコツコツと。尻尾が来るんだよね。はい。これも大丈夫。はい。これもいける。前ダッシュ切り払いは、いけんのか。はい。あっと。食らった。はい、これも大丈夫。最後の月は、まあ、右ロリでいけた気が。これも、危な。はい。これも大丈夫。そもそも、ちょっと、人たち目で行くのは無理。これは大丈夫。はい。はい、で、こう来て、OK。あ、スイッチ入ってきた。スイッチ入ってきたよ。うつばさん、俺は思い出したぞ。あなたを。そして尻尾だが出たらどうするんだはい、これは大丈夫。はい。で、あ、まあいいや、これ。あれ、三連撃の時あるんですよね。うん。あ、これはいい。はい。一旦距離取ろう。オッケー。これは大丈夫。これは離れてても大丈夫。当たんなくても気にしない。強攻撃に変えたい気がするけど、ちょっとひよっている。うん。いや、強攻撃しない方がいいと思う。うん。はい。よいしょ。うん、いいよ。はい。コツコツやれば大丈夫。コツコツだよ。コツコツやる。はい。いいよ。ゆっくりやりましょう。はい。で、月を誘発して、OK。はい、外す。いいよ。外しても大丈夫。これはもう、はい、これも大丈夫。月後の、はい、これも大丈夫で、あ、ちょっと歩み寄ってね。はい、いいよ。はい、これは大丈夫。あー、やっぱ手は覚えてんのかもしれない。集中集中。てか、あれか、戦技を使えばいいのか。いや、待って、戦技なんか使う暇あんのか。はい。これは、いや、無理だ。ちょっと調子こいて、調子こいて、あ、調子こいた。はい、調子こい。もう戦技使いません。はい。あ、嘘だよーもう、はあ、そうだよね。戦技は、フルにダメだ。今の超良かったのに、大事にできなかった。大事にできたの、できなかった。せめて二段階変化まで持ってきたかった。くっそ悔しい。友もいた。OK。じゃあ行こう。結局。せめてなんか途中で変えたい。戦技を。戦技を変えたい。戦技変えたいなぁ。貫通好きにしたい。よっしゃ、行くぜ。はい。はい。
ッケー。オッケー。よっしゃ、これはいける。はい。はい。これもいける。そうだよね。カード取ってなかったよ。よし、来た。スタブ取れる。来る。はい。はい。はい。よっと。はい。オッケー。一旦逃げ。一旦逃げて。FP 回復。あーっと。待って、あっぶね。いいよいいよ。オッケー、よっしゃ。あと一発。いいよ。オッケー、倒した。いいよ。これ超いい、超いい、これ超いい、これ超いい、いいよ。モードルツボ。はい、オッケー。ルツボです。ルツボです。よろしくお願いします。はい、これは大丈夫です。ちょっと遅かったね。はい、これも大丈夫だね。オッケー。ワンチャン R2 っていうのもあるよね。あー、だよね。あ、もう無理。R2 は絶対しない。もう絶対しない。もう誓います。本当にもう絶対に。ほんと、R1 だけでちょこちょこ積み重ねていきましょう。はい、すいませんでした。欲張るとすぐこう。はい、では行きましょう。ちょっと R5 をおすすめされたんで、R5 使っていきましょう。OK。行きましょう。とりあえずルーンね。はい。あー、今のは、分かってたよ。はい。OK。はい。あ、もう一回いける。歩きになったらいける。はい。OK。おーし、来た、これ。これは回復に努めましょう。はい。からの2回はない。はい。オッケー。あー、なんで？おーっと、これはまた、端っこ、これで逃げられたら最高。逃げられた、なんとか。逃げられた。ちょっとこういうところも使って。近づきにくい。ああ、ルツボさん、ちょっと足が速いわ、それ。はい。はい。これはいける。ルツボさん越しだから大丈夫。はい。これもいける。ああ、なんでマジで今の絶対 L2 押してました。よし。あと一発。はい。これはいける。あ、待って、ルツボさんが追い打ちしてくるよ、絶対。はい、よし、R5。いいっぷね、今の。あ、これ怖い。これ怖い。オッケー。はい。よし、スイッチ。ルツボスイッチ入れる。はい、オッケー。ルツボスイッチ。R2 絶対ダメ。はい。はい。これは大丈夫。はい。はい。これは月を誘導する。よし。確かね、尻尾の方がダメージを当てる回数は増えてたっけ。はい。で、月を誘導。オッケー。なんかちょっとずれる。よろしく。はい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 。よし。モードには入ってる。ルツボさん。
はい、はい、月を誘導ありがとうございます。これは知らない。いいよ。はい。あー、防御もしかして性性攻撃をちょっと今のはちょっと怖いからね。おお、この緩急、あー、今週からの脈絡としてきつい。はい、いいよ。足踏み、これは前ロリで大丈夫。きついね。ガードもね、放つたまにね。はい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 、これは2発分の。はい、これもいける。基本月は大丈夫。集中して。あっと、はい、いいよ。積み重ねてこう。こういう努力が報われる時があるから。これで OK。 はいはいはい、よいしょ。これは最初に、そもそもね、この段階でこう戦えてるのが、最初の風浪の時にちゃんと積み重ねたのがこう生きてるわけですからね。はい、おっつ、あ、まずい。はい、回復。ああ、そうなんですよね、彼ね、彼回復ボタンを押すとね、ついてくるんすよ。分かってます、分かってます。あっと、あっ、ほら、もうマジでなんで。あー、はい、行きましょう。うん、クボスイッチ入れたい。いい距離感、オッケー、いいね、いい距離感だったね。はいはい、これもいいですね。はいはい、これもいいですね。これさ、もう一回さ、いや、いいか。これ回復して、はい、あー、待って、それは無理よ。一旦超逃げる、超逃げて超回復。はい、で、よい、これは、はい、よと。おお、これが当たっちゃったか。いって、待って待って、もうくたびれてるよ。はい、はい、よっと、これは大丈夫。後ろのやつがやばい。よし、倒した。一旦逃げて、一旦逃げて、一旦逃げて、よしよし、倒した倒した。どこまで追ってきてんのか分かんないけど、とりあえず倒した。よし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 、あ、結構追ってきてた。よし、はい、ルツボ先生、やりましょう。はい。はい。で、月です。ルツボさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。忍耐力を学ばせてください。はい。ありがとうございます。はい、いいよ。スティック、この8の字のステップ。あっと。これは大丈夫です。はい、いいですね。これも大丈夫です。はい、
はい、誘導、はい、OK。なんかダンスをしているような思えてくる。相手の空気を読む。行こう。はい、相手のモーションを見て、はい、これは大丈夫。縦切りの時は追いがないから、はいはい、よいしょ、 OK、 これも大丈夫です。切り払いも大丈夫だな。はいはいはい、 OK、 いいよ、外す、外しても大丈夫、これも大丈夫、これも大丈夫。はいはいはい、大丈夫。はいはい、いいよいいよ。はい、これも大丈夫ですね。これも大丈夫。ウツボの騎士、まだあなたとはいっぱい戦いそうな感じはするよ。これは知らない。これは大丈夫。よし、OK。OK、これは大丈夫。スペースを考えてね。はい。はい、これは大丈夫。R2 は絶対欲張っ、基本欲張っちゃダメ。OK。はい、これはいける。4欲張らない。今の縦受けも本来ダメ。これも大丈夫、外す。ちょっと日和始めたっていうのがね、そういうムーブにね出てくる。いいよいいよ。ちょっと引いた上での右ロリなんだよね。そうするとちゃんと攻撃当たる位置に着地できる。はい、これはいい、これはダメ、これは足踏み。はい、これはまあ一旦する。あの追いがあったとあるときは、はい、これの後に足踏みしがち、しない。はい、で前ロリちょっと遠いかな、大丈夫大丈夫。はい、これも大丈夫。ありがとう。1。これも大丈夫かな。これも、月を誘導。オッケー。これも大丈夫。よしよし。足踏み。これはダメ。はい、オッケー。いいよ。はい。はい、これも大丈夫。なんか、色が落ち着いたね、そういえば。風浪で見たときは結構もっとね、紫とか玉虫色の感じだったからね。はい。はい。これは月を誘導したい。OK。いいね。モードには入ってきてる。はいはいはい、来ました、飛びます、前ロリ、いいよ。で尻尾になる、尻尾、はい、しっ、あー、まだね、しっしっ、あー、尻尾ない、前ロリ。全体尻尾はあの後にやりがち。はい、これはつく。いやーダメでしょ、今尻尾来る可能性全然あったよ。はい、あー受けても意味ない。はい、尻尾、はい、前ロリつく。あー、ナブル尻尾ない、オッケー。あー今のでちょっと思い出した。で、あとはほんとデカ尻尾の勝利だけだ。はい、
で、次、尻尾出す。尻尾見たら叩く。オッケー。で、2回叩けんだよね、確かね。必死、オッケー。必死ローリングで。はい、前ローリング。あー、オッケー、オッケー。前ローリで逃げて、めっちゃ離れなきゃいけない。今のうちにそれはちゃんと癖つけとこう。はい。はい。で、はい、来て、尻尾、つけ、まだ2回目やんない。オッケー。はい。オッケー。これはつこう。前ロリで避けて、遠くにする。これは覚えなきゃいけない。オッケー。はい。これはつく。はい、前ロリ。で、離れる。よしよしよし。あ、やばい。でかいね。オッケー、いいよ。はい。あ、おっと。はい。回復。回復しよう。あー、これはダメだ。これはダメ。いいよ。飛ぼう。前ロリ。まあ、ガードでもいい。よしよしよし。ちょっとね、ぐちゃってなったね。オッケー。月が来ない。はい。尻尾来る。尻尾を確認しないと叩いちゃダメだ。そういえば。はい。早いな、今の。今のは尻尾出すの早いから、ローリングする時間がなかった。はい。はい。はい。よしよしよし。この闘牛スタイル。尻尾確認できない。ああ、長え。いいよ。だんだん集中ね。集中が解けたりするからね。よしよし。はい、これ。で、尻尾。出さない。あ、出した。いいよ。尻尾後は絶対つける。で、ダブル尻尾が来る可能性もあるから。あそこで火吹いてたらどうなるんだろう。あ、やべ。余計なこと考えた。一応あれだ。あの後、いけんだ。はい、尻尾。あー。そうね。あれの後は尻尾ね、早いからもうやめよう。無駄なダメージを食らいたくない。はい。尻尾。つく。逃げる。はい。で、つく。尻尾。出さない。OK。出さなそうだった、今。はい。あー。出すタイミング。はい。そうだ、正急な回復をしてもいい。あ、これは早いやつ。うん。はい。はい、よいしょ。尻尾、出す、つく、逃げる。次、正急な回復する。OK。いいよ。はい。グッドリードル。あーっと危ない危ない。はい。つく。逃げる。はい。よし。はい。尻尾じゃなかった。よし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 。落ち着け。はい。尻尾出さない。はい、尻尾。出して、オッケー。つく。2回なし。はい。はい。尻尾、出す。オッケー。月はね、安定する。正急な回復。おせえ。あー、まずい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 、あー。ダメだー。もう無理だー。同じ行動はできないー。
ちょっと今ね、後ろのコリジョンになんか引っかかった感じはした。引っかかった感じはしたね。はい、終了です。心は折れました。今ので心が折れました。終了です、今日は。終了。はあ、大変ですね、これは。これはいけるのか？まあ、今、まあ、けどもう、ルツボのリズムは掴んだ。今みたいなやつもいける。対応できる。よし。じゃあちょっとまた明日頑張っていきたいと思います。ではでは。では、日を改めていきましょう。はい。ですね、どうなってたっけ、俺。霊薬は今どうなってる？こうなのね、オッケー。倒します。もう今日倒したい。今日倒したい、これは。うん。まあ、何回やるかどうかわかんないですが。そして、ルーンはめちゃめちゃ溜まってるから気をつけて回収していく。オッケー、行きましょう。昨日のプレイングを、まず思い出すところからですね。はい。よし、では行きましょう。大丈夫、大丈夫、いけるよ。これを外すと。はい、取りに行きましょう。どうかな？久しぶりのプレイング、俺は思い出せるかな？オッケー。はい。はい。いよいの、俺は大丈夫。ははダメですね。ダメですね。はい。こう来た、これいいね。お、いい。いい距離感。これ、スタブ取れんじゃないか。お、来た、これ。これはちょっと回復に努めるか。あーっと、間違えた。これでいける。はい。あっと、はい、ルツボさん。ようこそ。ようこそ、ルツボさん。まあ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 。場所も悪く、場所も悪く。はい、オッケー。オッケー、スイッチ入りました。はい、スイッチ入った。はい、では行きましょう。これしかない。これしかないよ。で、まあ、ルツボさんになったときに、まあ、両手持ちを導入するかっていう感じ。ちょっと怖いけど、両手持ち導入も、ちょっと検討してもいいかもしれない。よし、行きましょう。よろしくお願いします。はい。はい。2回やらんない。OK。あーっと、最悪のパターン。あーっと、危な。はい。よい。2回やる。OK。OK よと。はい。これも OK ですね。はい。よと。はい。スタブ取る。ルツボ来る。ルツボさんいらっしゃい。ルツボさんいらっしゃい。これは、OK。わー、ルツボさんがね、いらっしゃってるよね。はい、ダメー。追われた。追われた、追われた。追われたというか、欲張った。まず。そもそも欲張った。本来、あそこは、ね、まあいいや。そうですね。自分のルツボ動画を見返したら、コツコツやってましたね。貫通好きというリソースをちょっと別の形に変えたいですよね。うん。だからそこでちょっと両手持ちという選択肢が出てる感じですね。はい、行きましょう。貫通する。行きましょう。やりましょう。ね、はい。はい。いい、よい。よい。こら、ショート。はい。よいと。あー、これね。前ロリ。オッケー。今のは落ち着いてた。これもいける。ちょっとルツボさん近いな。これも大丈夫。これも見てるよと。これも見てる。あー、見てるし。あ、来た。来ました。しかもちょっと急いでくるパターン。
はい、オッケー。あんなに飛んでくるの？ちょっと待って。はい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 、逃げて逃げて逃げて、回復して。あ、いいよ、いい引っかかり、いい引っかかり、みんないい引っかかりしてる。はい、オッケー、いいよ。あー、ルツボ。オッケー、ルツボこれで撃破。ジルツボじゃない、よし落ち着こう。よし来た。はい、ルツボダンス、ルツボダンスに、はい、切り替える。はい、これオッケー、これ生きている、いいぞ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 。よし、ルツボ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 ダンス、こ今のは前ロリでいける。オッケー、はいはい、よいとから、よいこらしょう、いいよ、集中。54食らってるから、まあ前よりは食らってんだよ。あの、さっきの、さっきというか、自分のルツボ動画見返したら、全然食らってなかったんだよ。あ、やばい。これ、これでいけるよ。あ、いけ！あっぶな。ちょっとまあ、落ち着こう。落ち着こう。はい。いよい。ちょっと、なんか、なんてか試しつつで。で、たまにね、このコリジョンで引っかかる。こういうのも、ハプニングがあるから、ある程度壊しといた方がいい気がする。 OK、 これも OK、 いいよ。さあ、両手にするかどうかだよな。あとはな、これは大丈夫で、足踏みくるか。あ、これは大丈夫、足踏みね。はい、これも大丈夫。はいはい、で月を誘導してチョン、オッケー。48、これも大丈夫。48、オッケー。あ、そうか、炎炎茶が消えたのか。なるほど。あの、あれも確かに、時間制だから、ね、一応一定時間だから、ずっとじゃない。オッケー、足踏み、前ロリ、打つ。はい。で、ゆっくりと、はい、これはちゃんと適度。A を外しても大丈夫。はい、これも大丈夫。基本ね、右、ま、斜め前にローリングする。それはなぜかというと、利き腕が、OK。いよいよ。よし、いいよ。はい。結構縦前提で動いてるところもあるから、あっと危ない。オッケーオッケー。今ので R2 が触れるかどうかだよな、本当に。ちょっとね、いって余計なんじゃないかって思っちゃうよね。よく見て、モーションを。相手のモーションをよく見て、はい。はい、で、はい。オッケー、うーん、両手にするか、これも大丈夫。正直盾がなくてもなんとかなるはなる。両手チャレンジするか。両手チャレンジします。はい、53、1、前、53。はい、あー、なるほど、53、オッケー。結構近くないとダメなんだ。まあ積み重ねだよね、これもね。はいはい、よいしょ、68、いい。ローリング、ローリング付きがあんまり良くない。危な、オッケー。あー、ローリング好きが良くないから、ワンクッション送らせてもいいのか。なるほど。はい。あ、いいよ。これはガードをしながら前ロリが安全。
オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、待って、はい、尻尾、あ、ない、尻尾ね、尻尾くるから、あ、危ない危ない危ない、よし、尻尾くるからね、尻尾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 だよ、はい、尻尾出すね、あ、出さない、いいよ、出さなくてもいい。尻尾モードになったら、さすがにちょっと、ああ、まずい、なんで一発撃っちゃったんだ、今のは。尻尾来るよって思ってんのにね。回復します。OK。はい、尻尾。はい、OK。前ロリ。ああ、尻尾モードは、両手ちょっと厳しいかもしれない。はい、尻尾。つく。二回目ない。あーっと、ああ、なるほどね。OK、OK。回復、よし、こう、はい、尻尾つく、ひしろりじゃないよ今、はい、尻尾来る、はいよ、はい、前ロリ、遠く離れる、オッケー大丈夫、はい、尻尾、はい、オッケー、あの切り払いの時はちょっとね、早めの尻尾が来るかも、尻尾来ない、いいよ、はいはい、いけないかな、微妙に速い気がする、尻尾、はい、いくよ、はいはい、の尻尾来ない気がする、あ、来た、あー、オッケー、はい、前ロリあ、来た、でか尻尾、あれだけを避ける。あれは、基本、これ早い。あ、はい、オッケーオッケー。分かってきた分かってきた。切り払いは、早い。尻尾出すタイミングだ。で、これはめっちゃ離れる。オッケーオッケー。よし、集中。はい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 。いいよ。前ロリー。離れる。よしよし。来てる来てる来てる。いい、いいダンスができてる。はい。これ尻尾くる。早い。オッケー。はい。はい。で、月、あ、月じゃないんだ。あの月フェイクの尻尾はちょっとな、可愛いよね。うん。あそこで尻尾ちょんって出す感じ。てか尻尾かわいいよな、シンプルに。ルツボさんなんかマスコットキャラみたいになんないか。はい、尻尾、出さない。うん、なんか尻尾って結構今回重要だよね。はい、これ早い、オッケー。尻尾結構大事な気がするんだよね。まあ指っていうところとか自分の中から、オッケー、尻尾くる、次で、たまに2回連続あるからね。気をつけて。はい。いいよ。いいよいいよ。どうですか？これも大丈夫。尻尾。あとは尻尾しない。前ロリ。逃げて。OK。あ、足部。珍しい。尻尾。OK。集中している。前ロリ。尻尾。つく。二回連続はまだ見てない。これは尻尾しない気がする。あ、した。危ないね。そのまま飛ぶケースにつながるかなと思ったけど。オッケー。はい。尻尾早いやつ。オッケー。危ない。ちょっと離れて。よっしゃ。あの成果が出てる。オッケー、尻尾出した。いいよ。はい。はい。前ロリ、尻尾出さない、オッケー。切り払い、尻尾は早いよ、オッケー。切り払いの時の尻尾は早い、逃げる、あ、オッケー、いいよ、この距離だったら大丈夫。これだ、来てる、パターンに入った、パターンに入ったけど、こっからです、こっから尻尾来る、はい、尻尾、はい、ローリング、あ、これも怖い、これはファイル。
で、前ロリー。これは狭い。逃げよう。いいよ。毎月の尻尾を出す。ありがとうございます。逃げる。あ、これは怖いやつ。ファイヤーしてもいい。1。前ロリで尻尾出してもらう。つく。逃げる。はい。で、これも適度な距離感にしてファイヤー。前ロリ。オッケー。ダメージソースは増えてきている。よし。いいよ、セッティング。セッティング。これはいい。これの後に足踏みしがちで、尻尾は出さない。オッケー。いいよ。ゆっくりやろう。ゆっくりやろう。俺は、んざん、どれだけでも戦えるぞ。お相撲さんよ。さらなる進化したら終わるけど。はい。尻尾。はい。肉、ローリング。はい。で、肉、尻尾。はい、一回ね、尻尾避けた時にちょっと引くのが大事なんだよ。はい、来てるよ、来てるよ。やろうね。もう、はい、これ早いやつ。ああ、大丈夫だった。今のは早い時あるから気をつけてね。はい、あ、やばい、変なの受けた。今のは受ける必要のないやつ。よし、行こう。はい、尻尾。突き。逃げる。逃げる。はい、ユート。はい、どう？はい、飛ぶ。いいね。飛んだ上で、距離が取れるように、真正面で、ここの道に沿って戦うのが大事な気がする。うん、はい、これ、足踏みするか？しない。これは前ロリで避けて尻尾出さしての突き。いいよ。1。はい。こうね、飛んだ時に、これで結構距離取れる。ここの道を基準に戦おう。これは速い尻尾来る。オッケー。切り払い。オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。前ロリ。あ、ブナ、縦受け始めた。やっべ、逃げろー。ゾーン。はい、オッケー。大丈夫です。離れれば基本大丈夫です。離れられる。尻尾来るね。あ、どこだ。あ、変なタイミングの尻尾しやがったな。いいね。工夫してきたね。いいよ。いいよ。ちょっと違う工夫してきたね。行こう。はい。どうする？はい。尻尾。OK。はい。はい。で、前ロリー、尻尾。はい。尻尾を打ちたくなる距離にいるという。はい、OK。よし。集中、集中。前ロリー、尻尾発動、つく。はい、逃げる。はい。で、前ロリー、尻尾。OK。うん。これで後ろ下がる。OK。はい。やっぱ最初の一撃を、初撃を避けつつ、避けた後にちょっと後ろに下がるのポイント。尻尾早いこれ。オッケー。はい。はい、これは避ける。はい、オッケー。ファイヤー。当たらない。あっと、いいよ。はい。これはちょっと今怖かった。今のは怖かった。だけど、大丈夫か。よし。はい、オッケー。尻尾。いいよ。うつぼ。いいボスだな、本当にこれ。この渾身の戦士と、ルスボの騎士は本当にいいボスだな。尻尾。突き。はい。はい。この重厚感、なかなかのバランスだよね。と、なんだろう。このリズムになる、させるっていうのが。はい。はい。行くよ。集中しよう。あ、受けない方がいいやつ。一気に破綻するからね。はい。はい。つく。二回はやらないんだね。こっちのルツボさんはちょっと優しいのかもしれない。
あっちのるつぼさんだいぶね、あの攻めた動きしてた。はい、尻尾、あ、ない。ちょっともう回復しよう、怖いから。何かあるかもしれないから回復します。 OK、 いいよ。はい、尻尾削りも地味にえぐいから。はい、前ロリで逃げる。よしよし、でセンター戻る。あ、これ早い、尻尾。 OK、 はい、尻尾くる。あ、いいね、いいよ。後ろ、はい、の月。あ、今なんでついた。うーわ、今のは尻尾くらってもおかしくない月だった。絶対ダメ、今のは絶対ダメ。飛んでくれたからいいもののね。はい、反省しよう。今のマジで反省、絶対ダメ、絶対ダメ。この辺は普通に避けて尻尾待ちで大丈夫。あ、オッケーオッケー。さっきこれやられてたらおしまいだったからね。でちょっとテンパってぐちゃってなるっていうね。よしよし、落ち着いてる、落ち着いてる、落ち着いてる。これは早い尻尾で、オッケー、早い飛びね、早い飛びは大丈夫です。オッケー、離れてるから大丈夫。ありがとうございます。大きな尻尾、はい、大丈夫。あ、受ける必要なかった、今のは。はい、前ロリ、尻尾、突き。あ、二回やりって始めた。そこそろ二回やり始めてる。オッケー、気をつけよう。二回やり、今のはちゃんとガードしたのも偉い。マジで。やっぱガードは外せない。あ、これ早い尻尾だよ。二回来るかもしれない。あー、今のもう二回来るってなったらね。けど、意外と二回つけるんだよね、確か。はい。あー、飛ばない。飛ばないじゃん。飛んでる。行くよ、行くよ。打つか。二回来るよ。はい。尻尾。オッケー。これはつける。逃げる。はい。で、いける。尻尾出す。出さない。オッケーよ。はい。これ早い尻尾出す。あ、ちょっと待って。近いね。怖かった、今の。ファイヤー一応放っとく。当たんないけど、落ち着く。尻尾出す。オッケー。前ロリ。で、演劇はあと一回打てる。全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、大丈夫だよ。ここまで来たら行こうね。ほんと集中して。はい、いいよ。尻尾、はい、尻尾つき。はい、飛ぶ。ありがとう。あ、頼む、お願い。集中、集中、集中、集中。はい、これは大丈夫。2回尻尾ない、オッケーね。いいよ、おっと、いい。はい、大丈夫よ。でか尻尾も対応できるよ。はい、これ早い尻尾で。つけるか？つけないな。怖くてつけないな。はい。尻尾。つく。二回尻尾ない。オッケー。はい。尻尾。はい。よし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 。いいよ。はい、これは大丈夫。適度な距離感。あい、前ロリ。あーっと、受け始めちゃった。今の絶対ダメな受け。よし、行こう。緊張感は出てる。オッケー。はい。一ミスで全てが壊れる。全てが壊れる。はい、これは大丈夫。あー、これも怖いやつ。足踏み吸いがち。あの後。オッケー。しない。はい、これ前ロリで尻尾発動、頭ちょんで飛ぶ。ありがとうございます。よし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 よ。はい。尻尾、つく。ダブル尻尾ない。はい。あ、待って。バカだ。オッケー、いいよ。落ち着こう。今のはダメだったね。回復、回復に努めます。回復に努めます。はい。今のはここでミス、この、ここでやるようなミスじゃん。はや、尻尾。あ、ダメだ。オッケー。あー、今のは散髪誘導してもよかったけど、まあいいや。はい、つき。はい。つく。オッケー。
あ、これもいける。で、尻尾ね、尻尾。あ、くくく。なんか、そういうこと起こるんだね。こんなにずっとやってんのに。あ、危ない。あ、ちょっと必死。あ、危ない。ちょっと必死よけが足りてなかった。気をつけて。はい。これ、早尻尾出る。つく。逃げる。前ロリ。あ倒せたーったー遺跡の体験。最後のワンパンチもちょっと欲張ったパンチだったしね。はい、倒せました。いやー、よく倒せたよこれは、マジで。はい、では拾ったものを見ていきましょう。はい、ステータスはこんな感じでございました。ありがとうございました。あー、うわー、鳥肌が、いやー、気持ちいいな。久しぶりにこれは気持ちいいな。ちょっとね、ここまでの手応えは久しぶりだな。ってか、なんかもうすごい汗が、全身の。はい。じゃあちょっと遺跡の体験、見ていきましょう。疲れた。これか。はい。特体験、筋力50。一生持てない。はい。空から降る遺跡の残骸、その砕けなかった欠片を鍛えた武器、伝説の武器の一つ。この遺跡は隕石により崩壊したとされ、この武器は崩壊の力を宿している。あー、なんかラダーンがやったやつか。大将がまた下打ちしてるよ。崩壊派。剣を掲げた後、それを叩きつけ、地を走る重力波を放つ戦技と。いうところでね、めちゃめちゃ強そうな感じ、かっこよさそう。はい。いやー、倒せたー。ちょっと見てみましょう。はい、全然持てないの分かってますよ。15レベルだからね。あー、なるほど。重そう。隕石なんだね、これね。おーりゃ。おお !R2、長押しの攻撃で、特殊エフェクト入る。あらなっちゃうぜ。俺の味方は誰もいない。おめでとう。よく倒せたねって人は誰もいない。誰か褒めて。まあいいや。そんな褒めてほしいためにやってるわけじゃないからね。おーりゃ。かっこいい、このエフェクトは。全部のエフェクトで出る、これ。強攻撃。はい。はい。で、R2、ローリングは月になるから。オッケーって倒せたー、超気持ちいい。これだよね、これ。いやー、結構、もっとかかると思ってたけど、やっぱリフレッシュが大事だよね。本当に、なんか今までのやつも全部そうだけど、リフレッシュ後にいける感じはする。はい。というところで、じゃあ、祝福触れていきましょうか。はい。こちらの祝福を触れていきましょう。ロストグレイスディスカバーズ。てか、ルーンってどれぐらい稼いだのかも見てないな。はい。赤獅子城広場というところでね。はい。ちょっとお休みして。とりあえず、なんかまだ先に行けるんで、ちょっと探索していきますか、せっかくなんで。今何？ルーン10万か。まずいな、それって。やばい。怖いな。はい。もう、大丈夫これ。大丈夫これなんか、俺思い出すよ、このイルシール戦の後とかさ。もうほんと最悪でしたからね、鳳凰サリバーン倒して、よし、やったかったぞっつって、ここに来て、なんか、てか終わった後の場所行って、侵入されて殺されたやつ。ね。サリバーン後の場所がね、闘技場みたいになってたんで、それに巻き込まれてみたい。ねえ、せっかく人間になったのにね。はい、じゃあちょっと探索していきましょう。しっかりと。あれ？これ攻撃できない？ここ攻撃できないぞ。これはもう外す。
攻撃ができない。なんだこれ、円卓？円卓なのか、ここは。なんかちょっと円卓っぽいし。出た、成功のかけらとかいう場所、アイテムがよくある場所のモニュメントですね。なんかあれをメモっといて、後で、なんだろう。地図で、並べて、線で結んでみたい気がするんですよ。うん。そしたら何かが浮かび上がってくるとか、なんか地図である場所同士を結んだら何かが発生するというか、なんか別の何かが見えてくるっていうのはやってきそう。まあ、リアル脱出ゲーム能ですけど。はぁ、あ。まあね、今回地図っていうところがね、結構フォーカスされてるからね。お、アイテムいけました。ここにあるアイテム、この椅子は壊せん。これジェスチャー系かな？とりあえず祈るぐらいしとく、ここで。じゃあちょっと祈ってみます。ジェスチャー系ありそうだな、これな。なんか、星とか重力とか宇宙とかに関わる宗教の、ジェスチャーがあったらここで使うっていうのを結構心に残しとこうかな。ああ、よく倒した。頑張った。どう？ありがとうございます。よく倒しましたね。褒めてください、誰か。誰か褒めて。誰か褒めて。これ終わったらちょっと NPC 回りしよう。褒めてくれる人いないかどうか。ないだろうな。なんか、メインって感じでもないですしね。ああ、特になし。じゃあ、このアイテム拾っていきましょう。はい。では、遺体を、あ、猿。藻石の、藻色の探石5というところ、ね。ありがとうございます。まあ、ここら辺は攻撃できないから。馬呼べる？馬っていうのもあれだよ。トレント。トレント呼べないか。まあ、ここ登れるか。こうして、こうして。あ、登れないようになってんだ。こうして。はい。あ、登れないわ、これは。さすがになんか神聖なものなのか。はい。じゃあ、これは覚えとこう。うん。これは結構大事なモニュメント。はい。で、なんか人がいるわ。NPC か、あれ。ちょっと、武器を構えるの。あ、わかった。わかりました。俺の予想です。俺の予想は、なんだっけ、ジェーレン。ジェーレンじゃないですか。てか、こいつ、あれだ。まあいいや。ちょっと周りを見てからでしょうか。あ、こっちにも、なんか、入り口がある。あ、繋がってんだ。なるほど。うん。おそらく、ジェーレンだと思います。ね、なんか、言ってたしね。白い霊が。はい、じゃあ、ちょっと NPC 探偵。はい、では NPC お邪魔します。ね、はい、お邪魔します。ちょっとランタンつけて、周り。なんかステンドグラスというか、ちょっと穴開いてるね、上かね。はい。はじめまして。なんか、すごい前のめりで話聞いてくれてる感じになってる。では、じゃあちょっと観察させていただきましょう。はい。なんか、かっこいいけど、ちょっとピエロっぽいんだよな。なんか色がね。てか、ピエロだよね。うん。服の感じとか、足のかぼちゃっぽい感じ？いやー、けど、だいぶ、年いった感じですね。ちょっとなんか、めっちゃ見てる。そりゃそうだよ。みんな目隠すね。おう。強そう。なんかちょっとゲールじいさんとかっていう感じのバックグラウンドがありそう。はい。まあちょっとね。で、この人ローディング画面にも出てくるんで、結構重要な人物なんじゃないかなとは思ってますが。さて、じゃあすいません。ね。まあまずね、まずはじめまして。はじめましての挨拶。はじめまして。タキヨンと申します。スカンピンでございます。無事、ね、今週の戦士と、ウツボの騎士を倒させていただきました。
何かお褒めの言葉をいただけたら大変これからのモチベーションに、ね、なるので一言いただけると大変嬉しいです。ではじゃあちょっとねちゃんとね主従関係みたいになってるけどやっぱそういう見下ろすのは良くないからね。はい、ではじゃあお話ししていきまーす。さあ何を話してくれるのかな。はいはい、アーセビートです。アーセビートです。縄文は閉じていましたけどなんか裏手から入りました。はい、夜すいません。おお、ありがとうございます。お褒めの言葉を。はい、あ、やっぱジェーレンだ。はいはいはい、古い戦士。見取り人って何、祭り。ああ、なんかね最近お祭りが、今はまだここは敗軍の砦に過ぎない。ああ、そうなんですね。ん、聖達が満ちた時祭りの舞台となる。破砕戦争において最も強かったデミゴッド将軍ラダーンの、はいはいはい、最後の戦い、トブライ、そして大ルーン継承の戦祭りじゃ。なるほど、それが噂のね、ラダーン祭りというね。はい、じゃあちょっと、もうフェスティバルしたいよね。トレーラーでもう超楽しそうだったもんね、あれね。祭りは大好きです。コミケとかも好きだし。はい。ね、何事も祭りは楽しいからね。戦士の誉れよな。はい。ならばお主しばし待っているがよい。はい。聖達が満ちた時に祭りの知らせがもたらせれるだろうと。おう。わかりました。聖達のお知らせというのはどういうふうになんか連絡来るんですかね。花火とか。この城からパンパンみたいな。お祭り始まってるよ、つって。みんな来て、みたいになるのかな。はい。ねえ、もう祭りは大好きですよ、やっぱりね。ゲームイベントもね、祭りみたいなもんじゃないですか。うん。それこそエルデンリング出る時のね、出るまでの全部のゲームイベントはやっぱエルデンリング祭りと言っても過言ではなかったですからね。はい。大好きです、祭りは。けどね、人がね、集まれなくなったっていうのは悲しいですよね、ほんとね。特にゲームショーがね、なかなかないっていうのがきつい。うん。ねえ。だから、そのね、ゲームショーはね、やっぱ行くとね、モチベーション上がりますからね、作り手としてもね。はい。ね、そういう祭りをね、復活させましょう。ね、呼んでください。じゃあちょっとお話聞いてみましょう。はい。しばし待っているがよい。はい。はい。了解です。よろしくお願いします。じゃあ、ご連絡待って。はい。さあ、行け。まだ、あ、まだメッセージある。洞窟に用などないじゃろうって。うん、いやいや、結構話も聞きたいよ、あなたの話。全然あるって。ね、ラダーンがどういう人だったのかとか、あとそもそもね、ここの赤字市場の成り立ちとか、そういうのをね、めっちゃ聞きたいんですよ、実は。ね、そうね、話してくれないんだよね、結構ね。うん、わかりました。じゃあまた、行きます。はい、ありがとうございました、ジェーレンさん。やっぱりジェーレンさんでしたね。はい、ゲール砦の上にいた白霊が、なんかジェーレン様がうんたらかんたらって言ってたんで。では、すいません。ありがとうございました。では、ちょっと後ろの扉は開かなかったよね。開かないでしょ。で、ここは攻撃できない。だから、ジェーレンさんを倒すとかもできない。で、ここは開かない。開かないけど、窓の外からチラ見で何か開いてるのかな、見えないか。まあ、いつか開くのかな。てか、その、さっきの祭りが始まった時に開くのかな、こっちの。はい。じゃあ、そんな感じで、無事、倒せました。しんどかったけど、楽しかった。ちょっと感想な、感想。はい。では、感想行きましょう。サムネどこにしようかな。サムネここにしても、まあ、戦ってる時でいいか。はい、とりあえず無事かくんね倒せました。はい、じゃあ大変だったな。いやけど、ちゃんと積み重ねが生きたと思う。うん。あと、それが、ちゃんと心が折れなかったっていうにも繋がっている気がする。ちゃんと。
そうですね。その今週もそうですし、あと、ルツボですよね。はい。まあ、ルツボに関しては本当にね、もう何度も戦って、まあ一番最初の時のね、あの、風浪のね、時。はい。もう戦って、ちゃんとモーションを全部見切った上で、倒したんで、やっぱそれがあるからこそ、ちょっとまだルツボ出た時でも、まあ一回ちゃんとモーション全部見てるから、何回かやれば思い出すだろうっていうのもあったからこそ、これは戦えたのかなとは思います。はい。で、まあ今週も同じくですよね。今週も、最初に戦う時に、誰だっけ？エルダーさんか。エドガーさんだ、エドガーさん。エドガーさんを呼ばないで、まあちゃんとそれもそれでモーションを見たからこそ、そこが繋がっていくわけですよね。だから、やっぱそういう、その、一番最初に会うボスっていうのは、やっぱ後半、こういう形でセットで出たりとか、二人出たりっていうのが、まあ往々にしてあるので、だからこそ最初はちゃんとソロでモーションを見極めて戦うことで、後々ちゃんとその積み重ねが生きてくるっていうことがね、はい。もう今までのソウルのね、経験でね、ソウルじゃないよね。もう人生だよね、本当に。ね、CG 勉強するのもちゃんとさ、一個一個ちゃんと工程を知った上でやるのと、一個飛ばしでね、チュートリアルとかで把握するのとは全然ね、実感が違うからね。だからそういうことも含めて、本当に全部人生の縮図。はい。なんで、コツコツ積み重ねてると、まあ、ああいうルツボも、本当にね、ダメージも全然ない中でも倒せるんだからね。こうやってどんどんと達成していくというね。そして壁も自分でちゃんと用意するっていうところですよね。いや、それがめちゃめちゃ生きたと思う、今回は。すごい気持ちが良かった、やっぱ。これだからね、なんかやめられないよね。そしてルーンもロストしてないってことは、もう本当の死は一回も迎えなかったってことだからね。それもすごい。だからもう要は死んでないってことですもんね。もうゼロデスで倒せたという言っても過言ではないわけなので。これもまたね、素晴らしいですね。はい。じゃあそんな感じで、ルツボさんと今週の戦士、ありがとうございました。本当に楽しかったです。これはよく倒せた。頑張った。ねえ、しかもジェイレンさんもちゃんと褒めてくれた。本当に嬉しい。で、じゃあ次がね、お祭りというところでね。はい、お祭りがどういう風なアナウンスされるのか正直わかんないですけど、はい。ちょっとね、なんか噂でっていうかね、まぁ、ちょこちょこトレンドに入っててね、ラダーンが弱体化されたみたいなやつをね、聞いてはいるんでね、その自分がラダーンと戦う前に、それがね、戻ってくれることがありがね、を望んでます。はい。よろしくお願いします。ブロムさん。はい。じゃあまあそれね、まあ仮にね、戻んなかったとしたら、その戻らなかった分、俺はレベルをクランプして戦うようなことにしようかな。そしたらね。で、こっちでね、歩み寄って難易度を合わせていくみたいな。その前世紀のね、そのパッチが入る前のラダーンの、と今のラダーン、直されてしまったら、ちょっと弱体化されたラザーンの間のレベル帯みたいなのは、どれぐらいなのかっていうところを、まあちょっとヒアリングして、それのレベルに合わせて戦うっていう形で、ちょっとラダーンを自分の中でちゃんと強くして戦いたいと思いますね。はい。では、まあ、次いつ来るかわかんないですが、はい。楽しかったです。超気持ちよかったです。では、ありがとうございました。